はい、皆さんこんにちはでございます。ただいま朝の3時43分ということで、はい、まあ深夜なんですが、声を小さくしてゆっくり実況できたらなと思います。今回はですね、まあタイトルのこともあるんですが、まあいろいろちょっとクラのことについても説明させていただこうかなと思います。なんかどうやらなんかそのツイッターとかで話題になってるんですけど、そのお知らせに出てたのかな、これどうやってお知らせを見るんだろう。なんかそのクラン戦の前になんか低い総合値を登録しておいて、クラン戦の時にガチガチで行くっていう人たちのクランが何人かいたっていう話で、それでなんかちょっとまあ不正というまあ不正になるのかな、ちょっとどうなのみたいな感じで、なんか公式の方もその対応しているということで、ね、どうやって見るんだっけ、メニューお知らせで見るのかな、お知らせ、はい、多分これに書いてあったと思うんですが、これじゃないですね、こっちですね、コロシアムマッチングについて、バトル開始前までの総合値を意図的に調整しマッチングを操作できるという問い合わせをいただいておりました。課金について15日の1個コロシアムより対策を実施しておりますということでね、まあ頭いいよね、本当よくそういうこと考えるなと、はい、自分はですねやっと5万総合値5万、まあ遅いんですけども総合値5万いきまして、なんとかね、まあ、ギルドの隊長なんですけども、まあなんとかやっと戦力まだまだ、まあ、弱いけど、まあなんとかなっていくんじゃないかなと思います。ということで、今回、まあ、ギルドボックスガチャをね、引きたいなと思います。21個あるので。で、これ、チャットの方に、まあ、これ、クランの人たちで分け合うので、残り1個とか、残り2個とかあるんで、これ、クランの人たちにチャットで流れるんですよ。何々は手に入れました、みたいな。ちょっと怖いよね。まあちょっと自分は、援護っていうか、光栄なので、これが欲しいな。黒鉄の書とかが欲しいかなと思います。21個持ってるので、4回引けるかなと思います。どんなんなんだろう、ガチャは。変わるのかな？あ、違う。ちょっとスクショ撮っていい？あ、撮り忘れた。わ、すげえ綺麗。普通。この確定とかあるんだろうね。首がもげたから確定ってわけじゃなさそうだね、今回も。どうだ。ああ、普通だね。行きましょう。全部首もげるじゃん。これはもう全部一緒なんだろうね。はい、来い。はい、ということでラスト。どれぐらいの確率なんだろう。そんなに高くないのかな。来い。かすりもしなかったな。クソが。はい、ということで、まあ本題に入りましょう。ですね、今、ただいまクラン。まあ前回なんか、ドヤ顔で、シーに上がったので、どうやってやりまして、どうやってやったらいいですみたいなことを言ってたんですが、ですね、まあ D に落ちました。で、前までは14人いたんですが、幽霊部員さんが結構多くてですね、まあこれを機に、ちょっと、はい、幽霊部員さんの方も、脱退という形に取らせていただきまして、今、活動してるのは8人ですね。もう本当、この8人、まあ僕をどけた、7人か、まあ、本当に、みんな頑張ってくれてるんで、まあ、その人にもね、まあ、幽霊部員さんがいたらっていうことなんで、今回ちょっと募集をかけたいなと思います。で、まあ、募集要項としては総合値4万以上とか書いてるんですが、まあ、やる気っていうか、まあ、ログインしてくれればいいかなと、僕個人は思います。で、まあ、ギルド戦が10時からなので、まあ、その時間が合えば、まだ、そのギルドに入ったことなくて怖いとか、ガチガチのとこに行ったら嫌だとか、今のギルドあんまりうまくいってないとか、まあ、なんでしょう、このクランはワイワイはしてて、まあ、確かに負けるのは嫌だけど、ガチガチじゃないけど、まあ、勝てたらいいなっていう、まあ、いろんなみんなで話し合って、ワイワイ勝てたらいいなというクランなので、まあ、チャットが盛り上げたいとか、みんなで遊びたいっていう方がいらっしゃれば、ぜひぜひうちのクランに入っていただけたらなと思います。
みんなメンバーは優しいので、楽しくできるんじゃないかなと思います。で基本的に私がまあフラフラしてるのではい、まあみんなで楽しめていけたらなと思いますので、もしね今入ってないとか今どっか移動しようと思ってたっていう方がいらっしゃれば、ここのクラブもぜひ検討してみてはいかがかなと思いますので、はい、ということで今回はこのぐらいにしたいなと思います。はい、多分これが今日の7時ぐらいに出るので、まあ今からすぐ、今自動認証なんですぐ入ってギルド戦に総戦力として入っていただけたらなと思います。ということでぜひぜひお待ちしておりますので、ご視聴ありがとうございました。コメントの方もぜひぜひお待ちしております。ということで以上でした。バイバーイ。